グレバも追いかけるぞ。うん。ところで港ってどっち？ダリルシェード港は町の東よ。ダリルシェード港は町の東ね。グルバムに追いつくわよ。カルバレイスへ行きたい？ちょうど前の船が出たばかりだよ。間に合わなかったか。その船に大きな荷物を載せなかったか。よく知ってるな。やけにでかいやつを港の人間総手で運び込んだぜ。陛下とヒューゴ様に事情をご説明してくる。待ってろ。アトライト、カルバレイスというのはかつての第二大陸のことか。ええ、そうよ。それなら船だと例の場所の近くを通るのではないか。私も同じことを考えていた。あの方がまだあの場に残っているならぜひ合流したいものね。特別船をいきなり仕立てるとは、あんた大したコネの持ち主だな。よし、早速出発だ。あの皆さん、お願いがあるのですけど、これからは私も皆さんと一緒に戦わせてもらえませんか。神殿を出る時から考えていたんです。どうかお願いします。気持ちはわかるけど危険だよ。今まで戦った経験とかあるの？ありません。ですが私には大司祭様を止める責任が。無理はするな。人には向き不向きがある。どんな困難も乗り越えてみせます。覚悟はできています。そこまで言うなら。お前を連れてきたのはグレバムの面通しのため。それ以上は期待していない。余計なことは考える。でもそんな言い方ないだろ。フィリアなりに決意したことなんだから。ろくに武器を持ったこともない人間に何ができると。いこの話はおい、リオン。やめんか、スタン。リオンの言っていることは正しい。だけど船での準備はできたか？もう少しで出航できます。私にできるのはこれくらいだ。あとは頼むぞ。出航の準備整いました。ご恩をお祈りしておりますよ、坊ちゃん。フィリア。私昔からこうなって役立たずとか邪魔だとか言われてばかり。あ、ごめんなさい。船に乗るんでした。フィリア、お前も早く乗らんか。わかってるよ、うるさいな。カルバレイスのバルックに連絡は取ったか？抜かりなく済ませてございます。ご安心ください。いやー、海ってでっかくて気持ちいいな。俺、船旅なんて初めてだから興奮するよ。モノミユさんの旅ではないのだぞ。そうはしゃぐな。フィリア。スタンさん、あの、何か。フィリアってさ、神の目のこと前からある程度知ってたんだろ？ほんの少し文献で読んだ程度ですけど。だったら教えてくれないか。俺は本当に何も知らないからさ。はい、わかりました。スタンさんは天地戦争をご存知ですか？一般にはただの伝説と思われていますが、どうやら本当にあったことの。天地、空と大地で戦争？どうやって？名称はあくまで例えでしょう。世界を二分するほどの意味だと思います。その天地戦争の原因になったのが神の目だと文献に書かれているのです。世界をとてつもない災厄に巻き込んだ元凶か。私は目の当たりにしたからわかります。禍々しく圧倒的な存在感で。
あんなものを世に出してはいけません。何としても取り戻さないと。うん、そうだな。フィリアは物知りだな。これからもいろいろ教えてくれよ。はい。坊ちゃんを連れてきたよ。リオン、顔色は良くないぞ。体調悪いんじゃないか。これからグレバマを追跡するにあたり、お前たちに一つ提案がある。相手が神の目を持っている以上、こちらも戦力を強化すべきだと思う。実はこの近くの海域にもう一本ソーディアンの眠る場所があるんです。正確には第二大陸近くの海中に沈んだ大昔の輸送艦の中ね。ソーディアンの名はクレメンテ。必ずや我らの役に立つ。回収していきましょうよ、坊ちゃん。うん、いいじゃない、行ってみましょう。せっかくの機会だもの。今度こそ売り飛ばすって手もあるしね。その輸送艦とやらが沈んでいる場所の正確な位置は分かるか。分かる。よし、ならば向かおう。ありがとうございます、坊ちゃん。4本目のソーディアンか、楽しみだな。今度はどんなのなんだろう。スタンさん、あの、ありがとうございました。スタンさんのお気遣いのおかげでだいぶ気持ちが落ち着きましたわ。これからもわからないことがあればぜひ聞いてくださいね。私の知っている範囲で精一杯お答えしますから。うん、頼りにしてるよ。お前にしては上出来だ。何のことだ。自分で気づいていないか。まあいい、それもお前らしさだろう。でも取りに行くと言ったって、海の底にあるのをどうするわけ。あれ、泳いで行くんじゃないのか。私は泳ぎにあまり自信がないから、そういうのはあんたに任せるわ。全員ソーディアンを海に掲げろ。化け物は。慌てるな、海竜だ。飛行竜に似たものと思えばよい。これも乗り物？すっげえ。私たちの呼びかけに応じてクレメンテが送ってきたのね。フィリア、一緒に来い。え、私もですか。フィリア。あら、今誰かの声が聞こえたような。フィリアは船で待っててもらう方がいいんじゃない。僕たちが海底にいる間に船で逃げられては困る。フィリアがそんなことするわけないだろ。おいフィリア、早く来い。リオン。はい、わかりました。ここがクレメントの安置されている輸送艦の中だ。その名はラディスロー。かつて有名を馳せた船です。この先は何があるかわからない。フィリアは海流の中で待っててくれ。そうだな、それが一番安全だろう。文句はないな。それじゃあ行ってくるよ。はい、どうか皆さんお気をつけて。早く用事を済ませてフィリアの元へ戻らなければ。はい坊ちゃん、クレメンテがあるのはラディスローの奥です。よし。ラディスローはわざと海の底に沈めたのか。なぜそんなことを気にするのだ。事故とかで沈んだんだとしたら、
クレメンテをそのままにはしないと思って。確かにラディスローを沈めたのは深い理由があってのことだ。そこに気づくとはなかなかいい勘だな。褒められた。褒めたというほどではない。これくらいで調子に乗るな。ラディスローに乗り込むのも久しぶりだな。千年ぶりだものね。そんなに経ってから皆と再会するなんて、あの頃は考えもしなかったわ。会わないで済むならそれが一番だった。そう思うと複雑だな。飛行竜に海竜か。あんなものを作るなんて昔の人はすごかったんだな。確かに今の時代に比べれば技術力はかなり高かったな。俺は今くらいでも十分だと思ってるけどな。特に困ったこともないし。充足を知ることは幸福につながる。いい心がけだぞ、スタン。クレメンテがあるのはラディスローの奥です。